平山誠は、日本の政治家。参議院議員、参議院経済産業委員会理事、新党日本、総務局長、新党大地、新民主参議院議員会長、緑の風国会対策委員長兼広報委員長、などを歴任。埼玉県鞘山市生まれ。埼玉県立川越工業高等学校卒業。t e 番組制作会社等を経て28歳で。 広告 TB 企画制作会社を設立、代表取締役となる。2002年に民主党代表、鳩山幸夫と知り合ったことを契機に自身がプロデュースしていた JR 新橋駅前の居酒屋を鳩山との共同プロデュースに切り替え、友との名称で真相開店し、2005年末まで経営していた。2005年、長野県知事、田中康夫を中心メンバーとする 制作集団チーム日本の設立に際して編集長に就任。その後、郵政民営化に反対して自民党を離党した造反組のうち滝実新のる荒井博之らが田中を党首に担ぎ、新党日本を決闘。田中が新党日本代表となったことに伴い、平山は総務局長に就任。 第44回衆議院議員総選挙に比例来た関東ブロックから新党日本の公認候補として立候補するが落選。2006年1月、新党日本が設立した政策立案団体チーム日本の編集長となる。2007年の第21回参議院議員通常選挙では前年の長野県知事選挙で落選した田中 ジャーナリストの有田義夫と共に比例区から立候補し、1万1475票で新党日本の中では、第3位となり落選。2009年4月から会社員となり、同5月、自ら事業を起こすという理由から、党総務局長を退任した。しかし、同年8月公示、党会票の第45回衆議院議員総選挙において、 当選者の田中と辞典の有田の2名が、それぞれ立候補し、田中は、公示日の8月18日付で退職となり、辞典の有田も8月25日に繰り上げ当選の事態を届け出る。この時点で、平山は新党日本の党籍を有しており、毎日新聞の取材に対して、党にいただいた177万票を無にできないという、思いはあるとして繰り上げ当選の受託に、 前向きな姿勢を表明。8月30日に、再び中央選挙管理会が開かれ、繰り上げ当選者となった。これは2017年まで参議院史上最低、得票での当選記録であった。当選後、参議院会派、民主党、新緑風会、国民新日本に所属した。第45回衆議院議員総選挙の結果、 有田は落選したものの田中が衆議院議員に当選し、その時点において新党日本は参議院1議席、衆議院1議席を確保していたことになる。新党日本は区での繰り上げ当選の結果、平山は田中に代わって新党日本、所属参議院議員となるはずであった。しかし平山は2007年の滝岐のる、荒井博之の離党以降、 田中の個人政党の色彩を強めつつあった同党の状況に反発。新党日本は国で繰り上げ当選したにもかかわらず、繰り上げ当選後の2009年9月、新党日本に所属する条件として、同党、田中側に対して同党に交付されている、政党助成金について、党支部、平山個人に渡すよう要求し、直ちに所属することをしなかった。新党日本、 田中側は平山の要求を拒否したため、平山は国政選挙及び年末に総務省に提出する承諾書及び宣誓書に署名しないという対抗措置を取った。承諾書及び宣誓書は全所属国会議員分を各政党が取りまとめて提出することになっているが、平山が辞書を拒否し、2009年9月の提出期限までに、 平山の承諾書及び宣誓書が作成できなかったため、新党日本は所属議員として田中康夫一名を届けで田中の承諾書及び宣誓書のみを提出した。この結果平山は新党日本はにて繰り上げ、当選したにもかかわらず、任期開始当初から新党日本には所属していない無所属議員という状態となり、 新党日本は事実上参議院の議席を失った。同々、田中側は引き続き平山に署名を求め、同年11月には平山に対し履行すべき、事柄を記した確認書を手渡したものの、その後も平山は署名しなかった。これらの届けでは、政党助成金算出の根拠となることから、新党日本は、衆参に各一名ずつ当選者がいたにもかかわらず、 衆議院議員の田中一名分の政党助成金だけが交付されることになった。その一方で、平山は田中同様に参議院会派、民主党、新緑風会、国民新日本には所属し、同会派内では新党日本枠の参議院議員として扱われた。平山の党籍、離党手続きの有無党は不明であるが、国会議員としては、 元から新党日本には所属していないに等しい状態であった。新党日本は同じく2009年11月に有田の民主党遺跡と民主党からの立候補を認めたため、以後新党日本は田中の個人政党同然となった。新党日本は2010年2月、所属国会議員は田中安夫代表一人と発表。平山がもはや所属していないことを明示した。 また平山誠が編集長を務めていたチーム日本は新党日本とは別の法人であるためそのまま平山が主催する特定非営利活動法人となった2010年7月国民新党が会派民主党新緑風会国民新、日本から離脱した際同会派は民主党新緑風会に名称変更され 新党日本の透明を表す日本の故障も外された。以後平山は民主党、新緑風会に所属した。民主党、新緑風会はかつて所属していた無所属の参院議員が全員民主党に入党したため、同会派所属で民主党席を許さない無所属議員は平山のみとなった。新党日本と国民新党は 衆議院においては2010年6月、統一会派、国民新党、新党日本を結成したが、上実の経緯により平山が新党日本に属さず、2010年7月の時点で、参議院には新党日本所属議員がいなかったため、参議院において、国民新党は、会派、国民新党を届け出た。2011年12月28日、元衆議院議員。 鈴木宗男が同日届け出た、新党、新党第一、新民主に参加し、民主党に離党届を提出した、横峯義郎と共に、同所属参議院議員となった。その後、新党第一、真民主の会派結成届は提出されたものの、民主党から会派離脱届が提出されていなかったため受理されず、民主党会派に所属したままとなっていた。二0十二年一月、 新党第一、真民主の参議院議員会長に就任。1月1日現在の同党所属国会議員として総務省へ届け出をした。2月14日に民主党への離脱届が提出されたことに伴い、結成届が受理され、会派、新党第一、新民主所属となった。同年12月28日、新党第一を離党して政治団体、緑の風に参加し、 国会対策委員長となった。2013年1月28日、緑の風広報委員長兼任。2013年7月、第23回参議院議員通常選挙に、愛知県選挙区から緑の風公認、生活の統帥戦で立候補するも7位に終わり、落選。同選挙においては、緑の風の全候補が落選し、参議院の議席を失った。 緑の風、所属衆議院議員の亀井静香、安倍智子は会派を結成せずにそれぞれが会派無所属として活動することになり、同年12月31日、政治団体、緑の風は解散した。選挙落選後は、チーム日本の代表として活動した。新党第一、新民主入党後の2012年から、札幌コミュニティ放送局、ラジオカロス札幌の、ラジオ番組、 北海道革命会議にパーソナリティとして出演。同番組は2014年から特定、非営利活動法人、日本ネットワークが提供する番組、日本革命会議となり、引き続き、平山がパーソナリティとして出演した。第23回参議院議員通常選挙での活動中に退場方針を患い石垣島で、 療用していたところ、同党在住の高木さやと知り合い、石垣島に移住。2016年の第24回参議院議員、通常選挙に際し、荒井博之が代表を務める新党改革に高木と共に加わり、同党の比例区候補として立候補するも落選した。新党改革は当選者を出せず、唯一の現職議員であった荒井も落選。政党要件も喪失し、 解散した。2018年2月27日18時55分、肛門肝がんのため自宅で死去した。65歳没。2011年9月13日の第178回国会開会式に出席の秋人天皇を携帯電話のカメラで撮影したとの指摘を受け、15日、鈴木正二参議院議員運営委員長に誤解を 招く行動であったと、自ら申し出て陳謝し、記者団には車寄せに迎える前後を移したもので、天皇を移していないと語った。2011年9月28日の参議院、予算委員会にて、民主党の横峯義郎参議院議員の自宅所在地と告示した実在しない、宮崎市内の地名、番地と本人とは、無関係の電話番号を2010年2月以降、 地方住所として届け出2010年4月以降羽田空港から宮崎空港までの料金に相当する航空券の支給を受けていたことが自民党の世耕広重議員により指摘された。平山は横峯とゴルフ仲間といい、世耕によればゴルフ遊びの航空券欲しさに虚偽の届け出をした疑いがあるという。平山は十六日地方住所を横峯が主催する。 桜ゴルフアカデミーのある宮崎空港ゴルフセンターの住所に変更している。平山の事務所は横峯議員の自宅に隣接する場所に事務所があった。住所にご記載があった。ゴルフセンター内には2011年4月に設立した政治団体の事務所があり、航空券を不正に受領するためにやったことは一切ないなどとコメントした。 さらに横峯も実際の住所とは異なる民主党沖縄県連の事務所を地方住所として参議院事務局に届けで航空券の支給を受けていたことが分かった。横峯は参議院議員運営委員会にて自民党の吉家博之参議院議員から問題を指摘され2011年9月末に地方住所を宮崎市内の自宅に変更した。 横峰は1ヶ月有効の航空券で残額が出た際にはオープンチケットに交換したり、平山と同便で八丈島へ渡ったこともあったという。不正に受領した航空券などを悪用し、平山と連れ立ってゴルフなどに出かけていた疑惑も生じている。参議院事務局では地方住所は議員から届け出があれば、それを信用しそのまま受け付け。 居住実態の有無などを調査することはしていない。ありがとうございます。